正直ここまで方向性が違うものだとは思ってなかったので、はい、電波チベエピソの電波チと申します。今日はですね、前回ケネディの RDA を紹介したと思うんですけど、もう一つ、これ 25mm のアトマイザーなんですけど、こちら 24mm の、ケネディ RDA も、まあ最近購入したんですけど、まあ味の違いとかあるのかねっていうのがちょっと気になったので、まあ検証というか吸い比べみたいなことをしてみようと思います。で、まあ条件としては、どちらも NI80 の内径 3.5mm で、ロックラップをデュアルっていう風な感じで、どっちもぴったし 0.3 オームぐらいになってます。モッドが21700と18650にはなるんですけど、まあどっちも満充電で 4.2V 出るはずなので、まあ特にここに関して味の違いは出ないかなとは思います。ちなみに前回、ケネディ RDA とビンディケーターを紹介したと思うんですけど、これがだいたい1週間ぐらい経つとこんな感じの色合いになります。まあこういう色合いが渋くていいよねっていう人はいいんですけど、まあ磨かないとこういう形になりますね。まあこのぐらいだと私もあまあ渋いかなっていう風な感じがするんですけど、まあ2週間3週間経ってくるとなんかもう10円玉やんみたいな感じになっちゃうんで、まあそんぐらいだったら私は磨くって感じですね。じゃあちょっと吸い比べてみたいと思います。まずは 25mm の方から吸っていこうと思います。じゃあ次は 24mm の方吸っていこうと思います。ね、どっちもうまいんですけど、味の違いはやっぱりありますね。これ今 0.3 オームぐらいなんで、25mm の方はもうちょっと炊いてもいいかなっていうぐらいの余力を感じます。で 24mm の方はまあこれがジャストかなっていう風な味と熱のバランスが感じますね。で、味としては、まあ、私、25mm のケネディをずっと使ってきたんで、まあ、そっちに慣れちゃってるっていう節もあるんですけど、なんだろう。背の高い味っていう風なのあるじゃないですか。背が高めの余裕のある味は、25mm の方が特色が強いのかなと思います。24mm は、なんだろう、まあ、今、おそらくコイルのセッティングがベストっていうところもあって、ガツンと味が出るみたいな、そういう印象ですね。なんか、25mm の方が、ふわっと味が出てる気はしますね。で、24mm は、本当に濃厚なミストがガツンとくるみたいな。多分 25mm って、22ゲージを使った方がおそらくうまいんですよね。で、24mm の方は22ゲージ使うと多分熱くなっちゃうのかなと思います。まあ味の方向性としても、なんか 25mm の方が、なんだろう、ほわっと背の高い味がするというか、まあ繰り返しになっちゃうんですけど、ちょっと味に余裕がある感じですね。で、24mm は、なんだろう、余裕のある味に対して、すごくシャープな味がする気がします。味のエッジが立ってんのは 24mm って感じがしますね。まあ、エッジが立ってるのが好きかどうかっていうのと、あとは、そもそも22ゲージ
で 0.2 オームぐらいでバシバシに煙を出したいか、それによってちょっとユーザーとしてのチョイスとしては選択肢があるものなのかなとは感じました。私の予想としてははっきり言って味そんな変わんないだろうと思ってたんですけど、結構味違いますね。個人的にはその 0.2 オームとかで組むこと自体が正直あまり好きではない。安全面とかも考えるとあまり好きではない。ただハイエンドらしい味っていうんですかね、ケネディ味っていう風なことを考えると 25mm の方がおそらくそっちの方が特色は強いんだと思います。なんか 24mm はなんかマスプロ寄りな味がする気がしますね。まあ私はまあ今は 24mm の使ってるんですけど、よりケネディとしての個性が強いのは 25mm の方だと思います。ただ私の使い方としては、まあ、0.3 オーム付近で使うっていうのがまあ元々の前提にあるので、私は 24mm の方が味としては好きかな、全体的なこのユーザーのチョイスとしては私は 24mm の方が合ってるのかなと思います。まあ、ただ 25mm が悪いっていう気はさらさらなくて、もうすぐ1年ぐらい使ってるものなので、これもこれですごく良いものなんですよ。ただちょっと私の舌がちょっと熱に弱いというか、あんまりミストの温度が高いと味を感じれないところがあるので、それでまあ最初はちょっと 0.2 オームとかで組んでたんですけど、最近はもう 0.3 オームぐらいで組んでるんですよね。っていうふうなことを考えると 0.3 オームぐらいでうまいのが 24mm、 0.2 オームぐらいで、おそらくうまいのが 25mm みたいな住み分けがちゃんとできてますね。結構別のアトマイザーって考えてもいいかもしれないですね。正直ここまで味の方向性が変わってくるとは思ってなかったんで、ただハイエンドっぽさっていう風な観点で考えると 25mm の方が優位性はあると思います。まあ今回の総評としては 25mm は 22 ゲージで組むアトマイザーです。24mm は 24 ゲージで組むアトマイザーっていう風に考えてもらえればいいのかなと思います。で、煙の量としてはもちろん22ゲージを使った方がうまい 25mm の方が軍配が上がるんですけど、 0.3 オームぐらい、まあちょっと抵抗を高めにして、安全に使いたいよっていう風なとか、あとは 0.2 オームぐらいだとさすがに熱いっていう人は 24mm の方が合ってんのかなと思います。味の内容としては今回 0.3 オームで組んだんで多分 24mm の方が美味しいとは思うんですけど、25mm はいわゆる背の高い余裕のあるなんか丸みを帯びた味って言えばいいんですかね。で、それに対して 24mm は 25mm と比較するとちょっとマスプロ寄りかなとは思う味わい、シャープで味が濃い、味の輪郭がしっかりしてるみたいな印象を受けました。まあどっちの方が優れてるとかそういうことはないとは思うんですよ。正直ここまで方向性が違うものだとは思ってなかったので、ちょっと私今コメントに苦労してるんですけど、煙をバシバシ出したい人は25で、ケネディらしさで言うとやっぱり多分ケネディらしさで言うと多分25が王道なんですよね。で、それに対してちょっとマスプロ寄りな味になっているのかなっていうのは 24mm の方だと思います。私は、使用環境とかもあるので 24mm の方をおそらくこれから使っていくことになると思います。以上になります。ありがとうございました。